この動画は、ゆっくりボイスで、ナレーションしています。字幕対応もしてませんので、機械音声が苦手な方は、他のチャンネルをご視聴ください。あれ、茶太郎がいない？おーい、茶太郎どこ行ったー？あの、奥さん、こっちです。ここです。奥さーん。茶太郎のケツ、発見。あんた、ここで何やってるの？ハリーも一緒なの？あ、奥さん、私も一緒です。あ、視聴者の皆様、どうも。私、ダイソーからやってまいりました、ぬいぐるみです。茶太郎くんの遊び相手として、こちらに来たのですが、唯一、二日目を迎えた奇跡のぬいぐるみということで、ハリーという名前をいただきました。あ、決して、某有名な魔法使いの映画からパクったわけではないそうです。おーい、ハリー、無事か。わたはまだ、引っこ抜かれてないようだね。で、何やってるの？こんなとこで、こっちおいでよ。いや、それがですね。私を誰にも取られないように、ここに隠れているようです。おい、茶太郎。お前、何時間ここにいるんだ？おしっこは？お水は？ちょっと、こっち来なさい。やだわん。僕の獲物、僕の獲物。僕だけの獲物だわん。どれだけ説得しても出てこず。結局、シロンが無理やり引きずり出して、茶太郎はこっぴどく怒られました。ということで、ハリー、生存二日目の様子でした。こんにちは、こんばんは。クロンです。皆様、いかがお過ごしでしょうか。茶太郎のお友達、ハリーですが、初めて生存二日目を迎えたんですよ。奇跡です。いつもは2時間もあれば、全部綿を出されちゃうんだけどね。さてさて、ハリーは何日持つでしょうか。お楽しみに。え？ハリーネタ、引っ張りすぎって？まあまあ。こういうのもいいかなーってさ。さて、今回ですが、バッグチャームを作ってみたんだぜ。しかも、チェーンも作ったんだよ、大変だったぜ。それでは早速本編をどうぞー。ほいっと、今回はこちらのダイソーさんのモールドを使います。このモールド、随分と前に購入したのですが、今回使うのが初めてです。さてさて、どんな作品になるでしょうかねー。それでは、今日も元気に行ってみよう、やってみよう。あのさ、クロンさ、着色レジンを適切な量作るっていうのが、すげー苦手でさ。めっちゃ足りないか、すげー余るのさ。でね、ネットで、ジェルネイル用のの容器を買ってさ、ここに着色レジンを保存していくことにしたんだよね。レジンって消耗品だしさ、無駄にしたくないしさ。容器は白と黒が売ってましたが、白の方が、蓋に少しレジン液を垂らして、硬化すれば、何色のレジンが入ってるかわかりやすいかなーって思って、白を購入しました。今回はさ、鍵の形のモールドを使って、ちょっと大人っぽいバッグチャームを作ってみようと思うんだ。なので着色は宝石の雫の、パール系を使っております。このパール感が他にはない色味で好きなんだよねー。さ、着色レジンを準備できたら、鍵モールドに入れていきます。この鍵モールドってさ、なかなか使うの難しくないですか？ YouTube で鍵モールドを使ってる人がいるのか、探してみたんだけど、みんな懐中時計の方を使って作品を作ってて、鍵モールドを使ってる動画って、すごーく少なかったです。パーツとかを色々と入れるのであれば、やっぱ懐中時計の方が遊べるもんね。硬化を待っている間、次の準備です。こちらもダイソーさんのモールドです。ちっこいキューブを作ろうと思うんだ。さ、このキューブはどういうパーツになるでしょうか。ここで正解のあなた、10万、点を差し上げます。ところで皆さん、体調は大丈夫でしょうか。
インフルやら、新型ウイルスやら、物騒な話が聞こえてきます。クローン、千葉県在住、東京方面の電車に乗ってますので、戦々恐々としております。ま、できる限りの対策はしますが、あとは運だよね。こうなるとさ、R1 ヨーグルトはインフルしか効かないのかなー。そういえばさ、よく CM とかでさ、乳酸菌100億、ことか聞くけど、100億、っていう数字だけ聞くと凄そうだけどさ、よくよく考えると、乳酸菌の100億、はすげーのかすげくないのか、いまいちピンとこないのですが、クローンだけでしょうか。あ、おバカなお話でごめんなさいだよ。はい、ということで、鍵できました。こんな感じです。どう？ま、想定外ということはなく、想像通りですな。ささ、ここからキラキラにしていくぜ。はい、こちら。満を持して登場、セリアで購入したストーンのチェーンです。はい、そうです。もうお分かりですね。鍵の上に貼り付けていくのだよ。何のひねりもないだろ、参ったか？ふおっほ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 。だってだって、鍵のモールドじゃん。せいぜい、鍵モールドに何か封入して使うとか、パーツ作ってから、パールとかストーンを貼り付けるとか、あと、ワイヤーを巻き付けるとか、クローン派これぐらいしか、思いつかなんだ。いいの、楽しければ、それでいいのよ、むっくふふふふ。でね、効果を待っている間、こちらのキューブにヒートンとストーンをつけます。あのさ、当初は、鍵パーツと一緒に、小さな宝箱をセットにしようと思って、キューブを準備したんだけどさ、キューブが小さすぎて、宝箱の表現が無理でした。ということで、このキューブの正体ですが、正解は、無意味なお飾りでした。ヒートンをあらかじめレジンでくっつけておいてから、ストーンを巻きつけていきます。ロンデルっぽくしたいんだよねー。はいー、ということで、ストーン全部つけれましたー。もちろん鍵パーツの方は、裏表にストーンをつけましたよー。ストーンをつけるだけで、随分と豪華になります。さて、ここからどうすっかなー。いやいや、実はここだけの話、ノープランでここまで来ちゃったんだよね。てへぺろ。普通にボールチェーンに通して、はい、でけたーってやってもいいんだけどさ。何せ、今回のパート126ですが、撮影に3日も使っているのだよ。そろそろ完成させたいわけよ。ねえ？え？なんで3日もかかったっかって？それがさ、皆さん、ちょっと聞いてくれるかな。あのさ、マジ、恥ずかしい話。実は、当初は、大正ロマンを醸し出した、懐中時計を作りたかったわけよ。そうなの。ご多分に漏れず、クローンも最初は、懐中時計を作ろうとしてたわけ。でも、不思議の国のアリスをモチーフにしたやつとかさ。あと、歯車パーツを封入するやつ？そういう系は、素晴らしい作家さんがすでに動画で作ってるしさ。なので、クローン派大正ロマンな感じで、桜とかを背景にしちゃってさ、やろうとしたのよ。で、作ったのよ。これがさ、別に悪くないけど、おもろないっていうかさ、なんちゅうかさ、作った自分がグッと来ないっていうかさ、その後、いろいろ試したけど気に入らず、で、やけくそで、鍵のパーツに変更したのさ、ベイベー。つうことで、ここまで来るのに3日も使ったのさ。サクーって作れることも稀にありますが、なかなか思ったようにできないもんですなー。で、結局最後はどうしたか。丸カンを2個ずつ交互のつなげて、バッグチャーム用のチェーンにしようと思ったのさ。丸カンはネットでお安く買った丸カンを使いましたが、100均でも売ってるもんね。あと、紙カンっていうの？これはね、ダイソーで売ってた、キーホルダー用のやつ。これをバラして、紙部分を使ってみようと思うんだよ。
ぜ。チェーンなんだけどね、丸カン2個に対して、丸カンを2個つなげます。これをひたすら繰り返していきます。これ、チェーンメールっていう技法のようです。ただこの作業がすげー大変でさ、2個ずつ丸カンをつなげていくだけなのに、すげー難しくてさ。ただつなげるだけなのに、なんでこんなに大変なんや。だんだんイライラしてきてさ、すんげーもたついてるでしょ？これね、作業する前に、ある程度の数の丸カンを、すべて開いておかないと、すごく大変です。あと、手で持ってつなげていくのは、かなり大変です。こんなにもイライラしてたら、ハゲてまうわ。そう思ったクロン派、ある装置を開発しました。イライラ軽減装置、その名も、カルシウム酸、1号、です。特許出願中です。ワイヤーに、チェーンを通して、適当に引っ掛けておくだけで、随分と作業しやすくなりました。ハゲは回避できそうです。で、どうにかこうにか、最後に紙缶を接続して、バックチェーンが完成です。すげえ輪っかが小さいでしょ？だって、長く作るの大変なんだもん。え？時短魔法のホイサッサーで、できるだろって？いや、まあ、そうなんだけどさ、そこはほら、あれじゃん。もう、わかってるくせに、バカ。あ、バカっていうのは冗談ですから、本気で怒ったりしちゃいや。ごめんね。怒らないでね。はーい、ということで、グリーンオーシャンさんで購入した、フォトジェニックアイテムを使って、お披露目タイム。今回は、チェーンを5つ分作るのが大変だったので、2つ分だけ作りました。チェーンメール、いいかもしれません。イライラ軽減装置、カルシウム酸、1号さえあれば、いけるかも。チェーンメールも奥が深いみたいなので、勉強しようかな。もうこれ以上、手を出さない方がいいだろうか。好奇心が旺盛すぎてさ、もう大変です。今回は着せずして、鍵モールドを使いましたが、こうやってデコるといろんな鍵が作れそうですよね。懐中時計よりもこっちの方が好きになりました。もし皆さんも興味があったら、遊んでみてね。ということで、今回はこの辺で。最後までご視聴、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではではー。